どうもみなさん、こんにちは、のってんです。こっち組はい、今回はですね、じゃじゃーん、付録の写し絵でおしろこ3色マーカーチャレンジをやってみようと思います。写すぞー。はい、こちら本屋さんで見つけたこっち組っていう雑誌なんだけど、なんとね、付録に写し絵ができるお絵かきボードっていうのがついてるんだって。これこれで、どうやら推しの子の愛ちゃんとかアクアルビーとかが描けちゃうみたいなんで、今回はこれを使って3色マーカーチャレンジしてみようと思います。さあ、果たして綺麗に写せるのか、そして3色マーカーチャレンジはどんな色になるのか、早速やってみます。じゃじゃーん、今回遊ぶ付録がこちらです。キラキラお絵かきボード&ジュエルペンってことで、こんな感じで愛ちゃんとかいろんなキャラクターの写し絵が描けるみたいです。なんか推しの子とかのキャラって自分で描くの結構難しいから、こうやって写せるのめちゃめちゃいいよね。絵の練習にもなりそう。はい、ということで早速付録開けていきましょう。じゃじゃーん、おー、出た。はい、本体はこんな感じでした。なんかさ、思ったよりちっちゃかった勝手にさ、 iPad ぐらいあるのかなと思ったけどもう本当に手のひらサイズだね。うん、あ、逆に持ち運びしやすくていいかもね。どこでも写し絵が描ける。なるほどね。で、あとはジュエルペンが2本だね。これもね、結構ちっちゃいサイズかわいいね。よし、で、この愛ちゃんとかお手本シート、これね、多分本の中にあるんじゃないかな。チロチロ、あーたたたた、これだね、愛ちゃんと推しの子のキャラ。あとは、あ、なんか着せ替えみたいな女の子とか、あつ森とかもある。結構いろいろできるんだね。ただまあ今回はやっぱり推しの子系かな。一旦ここハサミで切っちゃいます。やっぱカッターで切ろうオッケー。はい、本から取れました。で、このお絵かきモードの使い方としては、まずはこのあざ、電池のピロっていう部分を取って、取れた。この上に写したイラストを重ねる。どうしよう、一旦まあ愛ちゃん乗せてみる。ほい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 、愛ちゃんを乗せて、で、これ横にスイッチがあるから、ここを押すと、ほれ、あー、すごいすごいすごい、愛ちゃん光った。すごいね、本当にアイドルの光沢、アイドルの発光って感じで、ここに紙を乗せてなぞるんだって。 OK。 で、これちょっとよくある普通の紙、これを乗せると、じゃじゃーん、あー、すごい。待って、ピントがピントがずれてる。こっちだよ、こっち、頑張れピント、この辺にピント押して。オッケー、ありがとう。見て、うわ、ちょっと見にくいかな、カメラだとなんかほんのりな感じだね。実際だと結構もっとはっきり見える。ただこの上に乗せる紙、これが薄めの紙だとより見やすいらしいんだよね。で、見て、ダイソーの写し絵紙みたいなやつ、トレーシングペーパーって言うんだけど、これさ、ちょっと家にあったから使ってみる。これでさらに見やすい感じになったらいいよね。いきます、せーの、じゃじゃ、うわ、すごい。え、見て、超はっきり見える。てか、なんならこのボードがないところも結構見えるあ、すごいね、このダイソーの紙。まあ、でもせっかくだからこのボードは使おう、お絵かきボード。よしめっちゃ見えるなじゃあ今回どっちのイラストを使うかだね。え、どうする、これ写し絵やった後3色マーカーチャレンジする予定なんだけど、結構さ、私の動画で愛ちゃん塗ったことあるんだよね。だからちょっと今回こっちにしてみようかな。このミニキャラの方のアクアとルビー、あとピオエンピオエンもやってみるか。なんかピオエンの3色マーカーやってる人一人もいない気がする。オッケー、行こうピオエン、よし。じゃあまずは写し絵からだね。この上に紙を置く。うわ、もうめっちゃ見やすい、失敗する気がしない。よし、じゃあまずはアクアから、ゴー。じゃじゃーん、うわー、すごーい。あ、なんかさ、下のイラストがめちゃめちゃはっきり見えてるから、どこ描いたかわかんなくなりそうそれぐらいね、しっかり見えてる。これはすごいね。あ、で、なんかね、絵の上達のコツみたいの見たことあるんだけど、最初とにかく好きなイラストを真似するとか、写すっていうのがあるんだよね。だからこれめっちゃ上達すると思う。なるほどね、この辺はこういうカーブかみたいな。うん、わかりやすい。できたんじゃない？ひよみんな、せーの、じゃじゃーん。めっちゃうまく描けた。すごいね。本当にただただなぞっただけ。なのにこんなに上手に描けるなんて、このお絵かきボード超いいかも。あとダイソーのトレーシングペーパー。え、これさ、もしかしてこの付録の紙じゃなくても写ってたりするかな？ちょっと待ってよ。
例えばこのチーカーのシールとか、これいけるのかな、置いてダイソーの紙、じゃじゃん、あ、めっちゃいけるね。じゃあ普通の紙は、普通の紙、こっちは、あー、こっちもいけなくはないかな。うん、たださ、ほら、お絵かきボードの光が当たってない部分、この辺は全然見えないから、やっぱこのお絵かきボードのおかげだね。しっかり見えてる。へえ、なるほどね。じゃあさ、このエンダードラゴンとかどう？これさすがに無理かな。じゃん、あー、ちょっとこれはダメそう。普通の紙は、あ、これはもう全く見えないね。ってことは、このイラストの紙が薄いやつほど写しやすいかもしれない。これで多分光が通らないといけないんだと思う。なるほどね。あー、そういうことが。オッケーオッケー。よし、じゃあ同じ感じでルビーとピオエもなぞっていきたいと思います。じゃあルビーはこの辺かな。よし、あ、ピエよ。あれ、私今までピオエンって言ってたっけ。ピエよんだった。よし、いいじゃない。じゃじゃーん、おお、じゃじゃーん、ということでこんな感じに描けました。え、もう完璧じゃない。めっちゃ上手に描けた。もうこれさ、見比べてもほぼ一緒。いや、すごいね、このお絵かきボードペン。やった。よし、じゃあここからお待ちかねの3色マーカーチャレンジだね。で、今回3人いるから1人につき3色ずつ選んでいこうかな。ということで、よーく混ぜて、よーく混ぜて、まずはルビーの1本目。さあ、ルビーだからちょっとピンクっぽい色とか、あと髪の毛の黄土色、金髪っぽい色欲しいよね。さあ、どうかな？せーの、じゃん！あー、これはピンク色かな？あ、いいんじゃない？ルビー。1本目当たり。で、次、アクアの1本目。アクアっぽい色、こい！じゃん！あー、グレー。これどうなんだ？でもまあ、なんとか使える。で、最後、ピエヨン。ピエヨンは黄色があったらもう成功だね。いきます。せーの、じゃじゃん。あーっと、薄だいだい。まあでもなんとかなるんじゃない？オッケーオッケーオッケー。うん、最初の引きはね、結構どれもいい気がする。で、まずルビー。ルビーはピンクっぽいとこ全部塗っちゃう？あ、ちょっと薄めか？まあ大丈夫大丈夫。優しいルビー。ルビーはいつも優しいけど、よりね、ちょっと、ほわっとした感じのルビー。うん、靴とか、あと服とかもちょっと塗っちゃおうかな。これ結構当たり系の色だよね。ルビー似合う。おー。うん、いいんじゃない？結構塗れたよ。じゃあ次、アクア。これはもうグレーの服でいいんじゃないかな。うわ、これ中塗る？外塗る？外塗っとくか。あ、なんかさ、逆に、ちょっとグレー。銀っぽく見えてかっこいいかもしれない。うん、ちょっと王様的なね。いいじゃん、靴も塗っちゃおう。よし、目もちょっと上の方だけ塗っとこうかな。 OK。 で、次、ピエヨン。ピエヨンは、まあ、肌塗っとくか。あ、いいじゃんいいじゃん、めっちゃピオエンの色だ。ピエヨン、ピエヨン、ピオエン、あれどっちだっけ。ピエヨン、ピヨエン、ピヨ、ピヨエン。あれ？よし、オッケー。見て、今のところ大成功。今日神引きするかもしれないね。よし、じゃあ次、2本目。まずは、ルビー、髪色が欲しい。じゃじゃん。え？蛍光黄色。まあ、黄色系ではあるんだけど、ちょっと派手髪になりそうだね。まあまあまあ、いいでしょう。次、アクアも髪色。じゃん。あー、いいんじゃない？濃いめの黄色、黄土色みたいな。これ超当たり。で、次、ピエヨン。ピエヨンも黄色系。じゃじゃん。わー、めっちゃいいじゃん。ピオエンの色。え、待って。ちょっとさ、今回みんな黄色っぽい色だったね。ただちょっと、ルビーだけ心配だな。どんな色なんだ？じゃん。うわー。すごい派手髪だ。キンキラキンだね。まあ、でも、どう？黄色系ではあるから、割と似合うのでは？うん、ちょっと塗っちゃいまーす。うん、思ったよりはいいかも。あ、じゃあスカートも塗っちゃうか。よしよしよし。オッケーオッケー。よし。じゃあ次、アクア。アクアの髪色はもうこれ完璧だと思うんだけど。じゃん。おー、いい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 。ただちょっと私この髪の毛の光が、あんま得意じゃないから、ちょっとごまかしていく。
なんとなくね、シャッシャッシャッとやっていけば大丈夫。よし。うん、結構いいんじゃない？で、ピエヨン。ピエヨンはもうこれ、ほら、完璧すぎる。え、これさ、だって三色マーカーじゃなかったとしても、私この色選ぶと思う。やばい、最強の色出た。おお。よし、いいんじゃない？うん、もう今のところ大成功しか見えない。最後じゃあ3本目。これで余計な色が出なければもう完璧。ルビーはね、ちょっと濃いめのピンクとか赤とか欲しいかも。いきます。せーの。じゃじゃん！おえー、すごい色出た！マジの濃いめの赤かピンク。狙い通りじゃん。ちょっと今回髪絵出るぞ、髪絵。で、次、赤。アクアも、アクア色。青系。せーの。じゃん！あ、緑ね。え、悪くないよね。ちょっとペンがめちゃ汚いけど。最後、ピエヨン。ピエヨンは、あと目とくちばしが塗ってないから、オレンジか、ちょっと黒系。せーの、じゃん。あはははは。黄緑。まあまあまあ、いいんじゃないかな。え、待って。今回引きめちゃめちゃいいぞ。まずじゃあ、ルビーね。ルビーじゃあ、ちょっと上の服とか塗ってこう。いい。え、ルビーの色だ。これさ、結構多めに塗ったら完全なルビーなんじゃない？完全ないじゃなくて、完全なルビー。オッケーオッケー。よし。で、アクア。アクアもこれ結構濃いめの緑だから。あ、いいいいいい。アクアマリンの色。グラデーションを発揮していく。よし、いい。超アクア。で、最後、ピヨン。ピエヨン。ちょっと、このパンツは黄緑でいいでしょ？めっちゃ薄い色のパンツ。で、目も黄緑でいい。ただ、口がなぁ。いや、もう黄色で塗っちゃっとけばよかったね。わぁ、どうしよう。まあ、でも、白よりは黄緑の方がいい。体調悪そう。よし、オッケー！じゃじゃーん！ということで、三色マーカーチャレンジ、こんな感じになりました。いや、それぞれの引きは結構良かったよね。ルビーは、そのピンクとかルビーっぽい色が出たし、アクアも緑に似合うし、髪色とかもほぼ完璧だよね。で、ピオエンは、で、ピエヨンは、まあ、口の色おかしいけど、体調が悪いピエヨンって思ったら、もう完璧。大成功。はい、ということで、うつしおしのこ三色マーカーチャレンジ、とっても楽しくて大満足でした。イエーイ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。このプッチグミの付録のお絵かきボード、これね、すごい写しやすいし、ダイソーのトレーシングペーパー、下のイラストがしっかり見えてめちゃめちゃおすすめです。また、こういう本の付録も紹介していきたいと思うので、楽しみにしていてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。